お食い染めとは子供が生まれて生後100日目にあたる日に行う儀式です子供の成長を祝うとともに一生食べ物に困らないことを願い食事の真似をします歴史は古く平安時代から行われてきましたもともとは生誕から50日目にあたる日にお餅を子供の口に含ませる以下のお祝いとして行われてきました 鎌倉時代からは、現在のような生後100日目に行う儀式になりました。また、肉から魚に変わり、初めて魚を食べさせるということで、まなはじめ、初めて箸を使うため、箸揃え、箸祝い、生後100日目をお祝いするため、桃もの祝いと呼ぶ地域もあるそうです。 このチャンネルでは季節の食材を使った開運和食の作り方と食文化について紹介しています。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。